パーキングレースでどこやりますか。今日はどうでしたか。今日はあの雨が降って、なかなかこう景色のいいところにはなかなか行かれんかって残念だったけど、はい、今帰り道、帰りの高速、帰りになって天気上がりましたね、まあ晴れとったら車も渋滞しとったし帰ってよかったんじゃないかと思います。今日告白はどうでしたか。告白はしてないです。今日はダメでしたね。今日は、今日狙ったいものは、狙ったいものはどうでしたか。まあこれ今日ダメだから明日以降ダメってことはないんで。そうですね、常に当たって砕ける精神、それが大事なんですね。ああまあそうですね、でしょ、はい、ね、なんか、ね、これからいいことあればいいですね。はい、早くお婿に行きたいやろ。まあお婿にもらってもらわないかなんかね、ま、はい、ね、収入は上がっていってます。あ、平行線ですね。そうです。貯金は貯まっていってます。わずかしかないですどうするのこの先。まず貯金していきます。まずは貯金からです。本当、あとは、あとはまあまあいい人が現れることね。お金を差し出すしかないね僕と一緒にもらってください、はい、ね、早く幸せになってくださいね。はい、ワンダ会長の幸せが私の幸せですよ。ね、ありがとうございます。はい、じゃあここで帰りの歌をお願いします。はい、せーの。蛍の光。もっと心を込めて。窓の拳を作る。もっと激しく。それか。早く。ホタルの光。もっと高い声で。まあどの行き見すぎ。終わり？あんた日本人ならその先知らんじゃろ。なんとなくしか覚えてない。そうね。じゃあ今日もご苦労様でした。あ、お返事は。はいはい。お返事は？またお会いしましょう。誰と？皆さんと。あのワンダ会場のファンと。はい。じゃあさよなら。またさよなら。さよなら。